枝宿、枝宿、枝宿の一大参道。枝宿は、かつて、武蔵区に続きぐに枝村にあり、大仙道が通っていた宿場。旗小屋をはじめ、様々な商人、職人が居住し、合計二十数軒の家屋が連なっていたが、1894年の火災により消失した。枝宿の周辺には、多数の古墳のほか、枝城主など、各時代の遺跡が残る。現在、 旧枝塾周辺では、国道246号と旧道が交差するほか、東名高速道路、東急田園都市線が通行しており、長者が払い席など、インフラ整備に伴い失われた遺跡もあるが、数か所で、当時の様子を忍ぶことができる。枝塾の発祥は、江戸時代初期まで遡る。江戸時代の第三道は、大山へ詣出る人々や江戸への物流の道として、盛んに利用されていた。 枝塾は、お江戸に本橋を朝立ちて、夕方たどり着くのが、エデンの宿と言われた。その理由は、江戸から七里の枝塾は、足の弱い市場連れの旅や悪天候の日の場合に、江戸から一日目の宿として適していたためである。枝塾は西に向かって、下宿、中宿、上宿の三つに分かれていた。1863年頃には35軒の宿と、店が、 ヤグラザ王冠沿いにあったという。それより、前の1831年、画家、思想家であった渡辺火山がヤグラザ王冠を旅行した際、枝塾の旗タ増屋に宿泊した。火山の表した優勝日記の中に関連する記述が見られる。しかし、枝塾は1894年の火災により、消失したため、王子の面影を残すものはない。 2016年、枝塾の旧宿場町エリア内2カ所に、江戸時代の野号や宿場町全体の様子などを載せた案内看板が設置された。この案内看板は、地元の枝塾保存会が作成したものである。保存会発起人の一人が、先人たちが脈々と繋いできたものを形にして、残したいと計画し、 当時の資料に記載されていた34件中、連絡が取れた20件の賛同により、保存会が材料費などを負担して制作したものである。枝宿溝の口塾、枝宿長津田塾。ありがとうございます。